シェーファー・アビコーキは日本の男子プロバスケットボール選手である。B リーグのシーホース三河及び NCWA 一部のジョージア工科大学所属。アメリカ合衆国市民権も持つ。大阪府水田市にてアメリカ人の父と日本人の母の間に生まれる。ユダヤ教徒、高校2年の2014年11月まではサッカーをしていた。勧誘されて、 バスケットボールを始めて1年後の2015年11月 U-18 トップエンデバーに選出される2016から17シーズンにブルースターアカデミーでプレーしネプサックの AAA タイトル獲得2018年12月アルバルク東京に加入し14試合に出場2019から20シーズンはシガレクスターズに期限付き移籍してプレーし41試合に 出場して、新人ベスト5受賞。2020年5月、シーホース三河への移籍が決定。2016年フィバアジア U18 選手権では、平均4.9得点4.5リバウンドを記録。2017年フィバ u 1 9ワールドカップでは、5.0得点4.9リバウンドを記録。2018年ジャカルタアジア大会に出場。2019年は、 ウィリアム・ジョーンズカップに出場。ワールドカップ日本代表にも選出された。2021年フィバ男子アジアカップ予選に出場。2021年は東京オリンピック日本代表に選出された。ありがとうございます。